職員二人が逮捕・起訴された慣性談合事件を受け、石巻市は職員を対象にしたアンケートを早ければ今月中にも始める方針です。石巻市役所では今日幹部職員の部長らが参加する慣性談合再発防止対策検討委員会の2回目の会合が開かれました。石巻市の慣性談合事件では、 市が発注した下水道工事をめぐり設計書の写しを業者に渡した疑いで職員2人が逮捕され先月起訴されています市は再発防止策に生かそうと職員向けにアンケートを行う方針できょうの委員会でその原案を示し承認されましたアンケートは一部の職員を除くおよそ2000人を対象に 紙で紙に任意で記入してもらう形で回収します具体的には入札情報の問い合わせを受けたことがあるかや他の職員が入札情報などを伝えるのを見聞きしたか業者と LINE などで連絡を取るかなどを尋ね回答を選んでもらいます忌憚のない意見を集めるため無記名とします 職員の意識がどのようになっているかということも含めてです、ね、実態をまず把握するために行う防止策という部分、どのように反映できるかというところもです、ね、このアンケートから考えていきたいというふうに思っておりますアンケートは早ければ今月中にも始め、2週間程度の回答期間を設けますす結果は公表する方針です。